スティールガンナーは1991年に稼働を開始したガンシューティングゲームである。アップライト型の筐体に配置されたマシンガンによって画面の中の敵を破壊する爽快感にあふれる展開で人気を博した。1980年代の後半に登場したビデオゲームと銃型のコントローラーを組み合わせたガンシューティングゲームは一つのジャンルとして定着しつつあり、ナムコでもその開発が模索されていた。企画者である岩崎五郎氏はジェット機登場以前の世界を舞台にプロペラ機の機関銃で空戦を行うゲームデュアルハイを企画。試作品が完成したものの方針が変更されることとなり、デザイナーである水野勝則氏、菊池秀幸氏、後に遠山茂樹氏などが加わり、内容の練り直しが行われた。空中が舞台では場面変化に乏しいことなど、弱点の改善や破壊の爽快感を強化、起承転結を明確にする展開などのアイデアが盛り込まれ、検討が重ねられた結果、近未来を舞台としたスティールガンナーの世界が誕生したという。パワードスーツ、ガーゴイルを身につけた主人公の警察官が機動兵器を駆使するテロリストと戦うシチュエーション、サイボーグや自走型の小型戦闘ロボット、巨大な多脚戦車など、80年代の SF 漫画アニメーション作品の影響が色濃く感じられる。ハイスピード 3D シューティングと銘打たれている通り、システム2基盤の機能である拡大縮小を演出に盛り込んだ立体的な軌道や破壊可能な箇所の多様さ、派手なエフェクトなどでコンセプト通りの破壊の爽快感や疾走感が実現されている。遠山氏のデザインによる筐体は成形パーツを用いないコスト最優先の木工筐体だが、ステッカーワークによってプレイヤー目線で最も立体的に見えるように騙し絵的な工夫がなされている。銃型のコントローラは当初は大型で無骨なデザインで試作されていたが、同時期に開発が進められていたシューティングゲームゴーリーゴーストと共通化のため、急遽デザインが変更されたという。キービジュアルは菊池によって描かれた下絵をもとに、時田光一によるセルワークで仕上げられている。コミック的な小回り構成になっており、シリアスな舞台設定でありながらも明るい色使いと陽気さを感じさせるキャラクターが魅力的なイメージで仕上げられ、作品世界の雰囲気がよく表現されている。ロゴと組み合わせてチラシや広告、ポスターなどに使用された。この他にも広報誌 NG の表紙用に主人公2人のビジュアルが描かれた。こちらはキャンバス地にシリアスなタッチで描かれており、迫力のある仕上がりになっている。スティールガンナーはリリース前から続編の開発が進んでおり、1992年にはスティールガンナー2が稼働を開始した。新たな敵はバイオアーミーと呼ばれる生体兵器。前作との差別化のためにヒットエフェクトなどのバリエーションが増加、画面密度、スピード感も前作から格段にパワーアップされ、破壊の爽快感がより強く感じられるようになった。各ステージの設定やストーリー展開もよりダイナミックなものとなった。幕開やデモ演出なども非常に凝ったものとなっていて、まさに理想的な続編と呼べる仕上がりになっている。キービジュアルには
ガーゴイルマーク2のアップのイラストがセル仕上げで2種類用意された。ガーゴイルのメカニックディティールが強調され、続編ならではのファンのツボをついたデザインといえる。本来ならばセルの表側に施されるシャドウやハイライトのエアブラシ効果だが、制作作業時の耐久性を考慮して着色前に裏側から施されている。このイラストはバージョンアップ用に新調された筐体上部の看板と広告用との兼用になっており、構成を変えてそれぞれに使用された。スティールガンナーで培われたノウハウは、ストーリー性を持ったガンシューティングゲームタイムクライシスシリーズや、コミカルでシューティングの面白さに特化したガンバレットなど、様々なナムコのガンシューティングゲームに生かされていった。